その後にライブ終わった後にキ千キさんのライブを見させていただいて、なんか、サナが菅井さんの,そのリーダー感っていうか、サナは菅井さんが本当に大好きなんですけど、すごい、なんだろう、こう喋りとかも菅井さんが結構やられたりしてて、あおりもすごいやられたりしてて、なんかかっこよかったです。でなんか 裏ととかでも結構まあすれ違ったりとかご挨拶させていただいたりとかあったんですけどなんかもう菅井さんのなんか優しかったよね本当にねなんかサナがすごい好きでもともと1回サナのあれだサナが好きっていうのは多分菅井さんもなんとなく分かってらっしゃったからすごい優しくってそうで欅さん皆さん ねなんか私たちなんかにすごい本当にねわざわざねご挨拶ねさせていただいてありがたいなんかもうケヤキさんとご挨拶させていただいて写真撮ったなんてなんか今でもなんか今になってやべえなって思ってきたすごいだってでもなんかもう何もうライブ見た時にもうなんだろうもうね もいろいろとね迫力がありすぎてファンの方の数ももうすごかったしなんだろうタオル回すやつとかすごいなんだろう一体感とかすごかったしなんかパフォーマンスやっぱ人数私たちより多いしなんかすごい圧巻っていうかだった本当にそうで写真撮らせていただいてでその後になんかナータン がなんかお写真2人で撮ってたんですよでそしたら「サナも撮りたい!」ってサナもなってでなんか菅井さんとこ行ったらなんか菅井さんすっごい優しくあったらしくってもうなんかサナがもう大興奮してもうサナの超絶笑顔すぎてやばかった本当にもう,もうなんかせ多分世界一の笑顔をサナはしてたやばかったよね超可愛かったサナあのサナめっちゃ可愛かったすごい嬉しそうでなんか 私たちはそうケキさんとはまた違うかもしれないけどなんかイコラブらしさを今日はこう出せてたらよかったなって思いましたそういつかね欅キさんぐらいぐらいじゃないけどなんていうの私たちももっと大き,き大きくなっていつかメインステージのステージに立てるように頑張りたいなって思いました いやーそんな簡単じゃないっすよでも今回出させていただけただけでだってめっちゃ豪華でしたもんねすごかったですもんねもうゴールデンボンバーさんとかもマジ真っ白な感じ <laughs> 見ちゃったすごかった真っ白だと思って <laughs> すごかった嬉しかった生で西川さんも優しかったです